福井県立図書館は、福井県福井市下馬五51号11番地に、ある図書館である。施設内には、文書館の福井県文書館、文学館の福井県ふるさと文学館が、併設されている。若さ図書学習センターを含む福井県立図書館の、入館者数は、図書館を福井市場に移転した2003年度以降、都道府県人口費では、 10年連続全国1位であった。また、個人貸し出し者数も都道府県人公費でたびたび全国1位となっている。県立図書館の蔵書は県内各市長の図書館を窓口にして借りることも可能である。2007年1月より福井市と小浜市を除く市長の図書館では県立図書館で借りた本を返却できる。小浜市は従来通り、 若狭図書学習センターが窓口となる。2005年には県が購入した5カ条の5正門の走行が県立図書館と若狭図書学習センターで公開された。正面入り口1981年以来福井市城東にあった旧図書館が境外であったため2003年2月に現在地に移転開館した。郊外に移転したことにより自動車を持たない利用者から 交通アクセスの改善を求める声があったため、福井駅東口バス停から無料のフレンドリーバスが運行されている。また、無料駐車場が約400台分用意されている。福井県文書館入り口、福井県文書館の管理及び運営に関する条例では、福井県文書館は県に関する歴史的な資料として重要な公文書、 古文書その他の記録を収集し、及び保存し、並びに県民の利用に供するとともに、これに関連する調査、研究等を行い、もって学術の振興及び文化の向上に寄与するために設置されている。福井県が作成、取得した公文書から選別、収集した歴史的公文書と、福井県内を出所とする古文書等を整理保存、公開している。 戦前、戦中期に福井県が作成、取得した歴史的公文書については、福井空襲と福井地震によって失われているため、240冊ほどしか収蔵していないが、戦後期については、約6万2千冊を所蔵。原則として、遺憾の翌年度には、菩薩目録を公開している。2019年4月、福井県文書規定を改正し、 歴史的公文書原現用公文書の廃棄決定後の収集から遺憾決定による引き渡しへ変更した。また、同年11月には福井県立図書館保管であった松平文庫を福井県文書館保管に変更。閲覧室は閉化式になっており、資料の閲覧には申し込みが必要である。収蔵資料はホームページの目録データベース、 デジタルアーカイブ福井から検索可能。デジタルアーカイブ福井には、福井県文書館収蔵資料、福井県法、新聞等の二次検索データのほか、松平文庫の福井藩資料や国書、関籍、福井県立図書館基調資料、福井県ふるさと文学館収蔵資料、福井県県政情報センターの資料が含まれる。検索結果から閲覧。 複写申込書を出力することができる。ホームページのデジタル歴史情報では、福井県市通信編、全六巻図説福井県市、福井県市年表、福井県市統計編、古文書資料、展示内容等が掲載され、全文検索が可能。このうち、福井県市年表、福井県市統計編は、オープンデータで提供している。他に、 以下のオープンデータを提供している。幕末福井関連資料データ、福井藩死球長データ現在、初代、有城秀康から七代、松平吉品まで、福井県関係で公開されている、職員6一欄閲覧にあたっては、まず利用カードを作成し、閲覧、複写申込書を受付に出す。県立図書館の利用カードでも閲覧、複写ができる。歴史的公文書の閲覧は、 事前申し込みが必要。詳しくは、ホームページ参照。副写手数料は、1枚10円、カラーコピーは80円。資料が特定できる場合には、業務に支障のない範囲で、メールや手紙でも副写を受け付けている。用問い合わせ。古文書複製本の撮影は、文書館所蔵資料の複製本についてのみ許可。福井に、ゆかりのある作家や、福井を物体とした。 文学作品の資料等を収集、保存、展示している。若狭図書学習センターは、福井県小浜市南川町6番11号にある、福井県立図書館の文館であり、福井県生涯学習センター、若狭支所の機能を併設している。生涯学習センターが1階に、図書館が2階にある。郷土資料は、峰南に関する書物に特化している。 海洋関係資料を集めた海のコーナー、原子力関係資料の原子力コーナー、人権啓発資料を集めた人権啓発コーナー、商業、ビジネス関係資料の産業支援コーナー、白川文字学コーナーを設けている。設計は建築家の牧文彦。平下書庫部分の外観は赤いテラコッタで構成され、図書館内部は十字型の柱が空間を秩序づけている。 が、ジャパン市場で、マキは、ウォーム系の作品だと述べた。福井県文書館に関するカテゴリー、福井県ふるさと文学館に関するカテゴリー、ありがとうございます。